これ大理石やなーみたいなこと言うんですよ。じゃあもう変えましょうって変えたら絶対横に触れるでしょ。俺は絶対やります。でしょ、はい、え、どこ行ったんですか、どこ行ったんですか、どこ行ったんですか。お前俺なんでもかんでもお前お前のこの企画参加する思わない。亀さん、こんにちは。ラファエル全国のオリーブスパのセラピストから嫌われてる、よろしくお願いします。そうなんです。苦情がすごい。苦情が来てます。ということで今日なんですけど、はい、ちょっと自己紹介みたいなのお願いしてもいいですか、ね、はい。この間からカメラマンユータ、はい、チームのそのゴジャゴレンっていう、はい、名前でやってます。はい。ハッピーです。ヘイヘイです。カギモンです。お願いします。お願いします。この底辺の YouTuber の皆さんをちょっとお呼びしたいので、理由がありまして、はいはい、この新居はヒカルさん選んでもらったんですよ、動画見てみました。ヒカルさんがめちゃくちゃいい物件選んでいただいて、もう僕絶対ここめっちゃ綺麗なんですよ。やばいっす、いいっすよね、やばいっす。工事とか僕の趣味で入れてるんですけど、本人がどうしてもこの床、フローリングめっちゃ高いですよ、これ。いやいやいや、なんか取り寄せたとかで、はいはい、なんか結構これがすごい高額らしいんですけど、大理石がと、なんか前の家も大理石だったんですけど、大理石がと、なんかすごいちょっと小言言うんすよ、やっぱり。こだわりがとか、はい、これ大理石やなみたいなこと言うんすよ。じゃあもう変えましょうって言ってたなって言ったら、もうそれで変えます、あ、じゃあ変えますって言うんですよ。もうんで、今日購入してるんですよ、これ大量に買ってます。え、ガチで買います。買ってます、これ。これっす。シールあーまあまあシールなんですけど、はい、まあそうっすね、シールっす。まあでも本人しますよ、ラファエル、はい、めっちゃ薄っぺらい人間でしょ。シールみたいな人間なんですよ、いつでも剥がせるし。そんなぐらいの薄っぺらい人間なんで、はい、もうシールでええかな、十分だったから。そんなにお金かけれないです、正直。はい、経費担当としてそんなにお金さ、おかしいな、これでええやんって。わざわざそんな工事選んでもいいでしょ。これガチ買いますか。あ、買います買います。全部ですか。あ、全部買います。大丈夫ですか。だからそのお呼びしました。大丈夫ですか。これは一三強なんで、もう。あ、そうっすか、はい、あれでも力がこれ重いん で、はい、で僕ちょっと頭脳担当みたいなのがあるじゃないですか、はい、だからちょっと動いてもらって、もう女性とか関係なく動いてもらって。マジで行くんですか。あ、行きます行きます。ラマスさんでもだいぶイーサンに腹立ってますよ最近。あ、まあ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 、怒られますよ、それぞれほんま怒られますけど。全然全然全然。え、やらないですか、ゆうたくん。いや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 ね、いや、もうほらもうイーサンでしょ、はい、多分あれっす、ゆうたくん外した方がいいっす。だから、お前犯罪者、犯罪者言われるで、ほんまに。伸びない理由です。うわぁ、マジっすか。ここが理由ですか、僕ら。そう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 。マジっすか。今わかりました。こういうことなんですよ。今日は変えていくんで、ほんまに。怒られよう。てか、怒られる意味がわかんなくないですか。大理石がええなって言われて。そうっすよね、綺麗になって。そう、喜んでもらうためにやるんですよ。確かに。はい。これはかつて喜んでる。はい、絶対わかります。じゃあ今日もそれやっていきたいと思います。はい、早速お願いします。お願いします。はい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 。やってやって。頑張ります。怖いっすけどね。怖い動画。いや、相当怒ってましたお前。まあ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 ね。いや、ビビりすぎ。ゆうたくんビビりすぎ。ほんまに。じゃあ、引いていきましょう。ラフさんどこ行ってるんですか。え、ラフさんどこ行ってるんですか。もう一個いいやみたいな。あそこで愛人と出てます。はい、これまで。あー、もう踏みすんだよ、ほんまに。すいません。ほんまに。踏みお願いします。すいません。ほんまに。あー、まじで。結構順調じゃないですか、ほんまに。めっちゃ早い。めっちゃ早いですね。めっちゃ早い。ほぼ動いてないですけど、僕。めっちゃ似てますよね。ほぼ動いてないですけど、やってるふりして。やってるふりして。ほぼ動いてないですけど。いやー、怖いですね、僕は。え？怖いっす。怖い。こんな犯罪者、家に買ってきて大丈夫ですか、そもそも。え？こんな犯罪者たち、家に大丈夫ですか、家に勝手に。いや、勝手に全然大丈夫でしょ。大丈夫ですか。そもそも、ゆうたく入れたら間違えたな。こんな。怖いでしょ、別に僕は。止めようとしてきて。これ、ほんまに。いや、近くにいて初めて分かることが多いっすね。入れてますからね。入れてますからね。確かに怒っとんかな。怒ってますからね。せーの。あ、ほんまに。いいでしょ。あら。あら。何か思った。あら。
かやってみようか。保険出るんすか、ラオスさんの会社。あー、出ないっす。ブラックマン、ブラックマン出ないっす。あー、やってきた。あ、ちょっとやりましょう。いや、そういうことになるんですよ。そういうことになるんですよ、こういうことしたら。え、そういうことになるんですよ。大丈夫です、休憩しといてください。ありがとうございます。おい、お前、お前、ゆうたくん、ほんまに、チームワーク乱すな、ゆうたくん。肩大丈夫？ああ、全然。はい。大丈夫大丈夫じゃない。はい、出て出て。めっちゃ面白い。これは赤いじゃん。お、あ、じゃあ、そっち見てるんですね。やってないですね。子供みたい。イーサン遊んでるさっきから。いやいやいや、イーサンはいいやん。ゆうたくんは食べない。当たり前やもん。お前のせいで伸びてないんやから。犯罪者だ、俺。やばい、ラオさんが出まい、ラオさんが出まい来た。マジっすか。帰ってきます。やばい、ちょっと待って。よし、はい、来ます。え、あ、もう来ます。まだないですか。はいはい、マキ、はい、オッケー、そうです。ありがとうございます。はい、はい、まだます。はい、ありがとうございます。あと30分ぐらいで。マジっすか。やばい、やばい、やばい。でも言うて、もちろん。あ、いやいやいや、まだあるね。まだあるね、これ。意外と30分でやばいね、これ。ほんまに動かしてるからもう。ラオさんが30分の激減悪い時ですよ。そんなことないよ、ゆうたくん。もう一回1個あげなかも。え、あげんじゃんか。これで早くします。やばいやばい、もうやばいわ、お前来るわ。はい、ということで完成しました。ゆうたくん、なんで無視な。ゆうたくん、なんで無視な。いや、もう僕は怖いっすよ、もう。まだ言うてんすか。いや、怖いっすよ。まだ言うてんすか。絶対怒ります、もう。だって、いやいや、僕が懸念してることは一つだけなんですよ。これ着て待ってですか、こっち。こうっすよね、これね。足りてません。足りてない。足りてそしてこのクオリティの低い感じ、これだけの事ですね。これだけです、心配事は。あとはもう喜んでもらうことしかないです。もう、オッケー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 、ありがとうございました。いやいやいや、助かりました。ありがとうございます。助かりました。いつまで拍手してるんですか。いつまで拍手してるんですか。言うてる間にほんまもうあと10分ないぐらいで、多分ラハさん来るんで、ちゃんとギリで終わりました、あそこ以外。ギリで終わったんで。よし、じゃあ待ってみますか。はい、帰ってこないですよ。でもしょ、おこ。おこっすよ、絶対。ラフィー、おこ？ラフィー、おこっすよ。ラフィー、おこ？あ、もしもし。え、どこ行ったんですか？どこ行ったんですか？どこ行ったんですか？お前、俺なんでもわかんない。お前、お前のところの企画参加する思わない。え、来てください、来てくださいよ、そんな。来てくださいって言うと、俺帰ったってのも。いや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 、いるでしょ。いるでしょ。もう嫌なことあって。え、なんすか？5階の水曜日の女の家。5階の水曜日の女の家じゃないし、早く来てください、もう。お前もう、でも何やってるのあれ、マジで。いやいやいや。どういうことしとったの、お前。どういうことしました。はいはい。もう、しんどう思って帰ったった。無視しちゃった。いや、夜。ドラゴレン見えた瞬間無視した。まあ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 。
え、だってあれでしょ、喜んでもらうので。お前さん行くから、もう行ったから、はい、今ちょっと周りしとるから、はい、もう行くから、はい、電車やから、はい、電車乗らないでしょ電車乗らないでしょ、はい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 、怒ってない、喜んどったな怒ってたんですよ、今絶対楽しみです。マジで遅くないですか、マジで遅いっすよね、遅いっす、デイタイスも殺してていいっすよ、ほんま聞いへんの、あ、来た、あ、そうそうそう、あ、そうそう、やっと、やっと、やっと、何してるのこれ、え、何してるの、床何してるの、これ大理石っす、もうえって、帰るよ、新居あなんだって、おい、ちょ、一人の新居スリッパ出して入んない、お前らも分かってない、おスリッパ出して入んない、社長新居、何してるの、もうえ、もう終わったやん、この子らもう、でも来て終わったやん、え、縁切ってよ、この子らもう切ります切ります、縁切ったってお前も縁切りたいんやけど、えお前一番縁切りたいんやけど、何してるのこれ、またしんどいって、新居で大理石したいって言ってたじゃないですか、言ってへんて、言ってます言ってます、絶対言ってへんて、言ってます、いやまあもう床大理石ちゃうもん嫌やわ、横にの嫌やわ、ほんまに大理石の方がいいって、床なんか子供がこけたら〇〇ような床の方がいいって、こんだけおったらおって誰も止めへんかった、誰一人も、いやいや僕止めました今回は、止めた、止めましたよ、ゆうたくん、お前ほんと止めてたんですよ、ゆうたくんお前ええ年したおったらこんだけそれってやな、もう半分おっさんみたいな年のやつらが誰もこれ止めへんのお前な、誰もこれ止めへんの、止めました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 、なんでそうだったそんな、ほんま申し訳ないですね、でもしんどマジで、すいません、ほんま申し訳ないです、いや申し訳ないです、いや申し訳ないですっていうのはもうどうしたの、あそこですね、あそこだけ、あ足りなかったですよ、違う違う、奥奥っす、もうええってもうええって、あんまりしてくれたから足りなかったちゃうこれお前ほんま剥がすときはベリベリってなるやつじゃんあ、いやいやこれシールのやつじゃん、いや大丈夫です、ちょっとクオリティがまああれですけど、クオリティがまああれですよ、ちゃうって、もうなんでそんなんしたん、勝手せんでやめてやほんまマジで、もう鬱陶しいってマジで俺が何でもかんでも毎回お前が来たら俺が発狂してなんか笑うみたいな感じになると思う俺もそれ佐藤だから俺も帰ったって言ってた佐藤困らせた、編集もなるべく困らせたと思って困らせたってやろ、どうせお前らすぐ戻ってくる思って、アホみたいに10分ぐらい俺には分かってるよ面白くしてくださいよ、面白くしてくださいよ、面白くしてくださいよ、ほんまにやめてよ、これなんなんこれなんなんこれ、美味しいですね大理石やって100歩譲ってな、はい、この間のはあかんで、床フローリングするわ、逆はな、はい、本物やったしも100歩譲ってこれ本物やったらええで、あーシールやんちっちゃい子であんって言うのやめてちっちゃい子、お前のも見られたらしてるやめて、自分考えてくれよこれやめてや、もうなんでそんなんすんのマジで、どうしたどうした、いや、喜んでもらえちゃった、解散するぞお前ら、そんなバカ解散するぞほんまにもう喜ぶとかじゃないで、もうしんどいってこれまた戻すんやろ、しんどいってマジで戻さないっすよこれは戻してすぐ戻してくれ撮影終わりにすぐ戻してくれ今日はこのままで帰りましょうかって返せんからな、こんなに言うのでも絶対戻さすぞ絶対やらすぞいやほんまにお前らこれマジでほんまに考えて、もうしんどいから毎回、いやいやいや、ほんまにもう喜んでもらおうと思ってね、いやいや喜んでもらうじゃないよ、さっちゃんえ、ロブさんめっちゃ喜ぶと思って、え、もうそれ考えながらめっちゃやってたの、お前アホなのいやめっちゃショック、衝突お前いやいや、逆にショックです、私逆にショックです、サビちゃん、ほんま、すいません、なんか、こんな感じだったナホさん、喜んでもらうかなと思ってやめときよ、お前、その感じでやめときよ、お前、その感じで結構、時間内、なんか、ちょっと来ていただいたんですけど、なんか、ラフさん、こんな感じのお前、やめときよ、そんな、何やねんお前、急すぎんか、その空気、まあまあ、悪くして、ちょっと申し訳ないです僕俺が悪くしてるの俺僕のせいです、だから僕はこういう感じにしちゃったんが、多分え、俺いやいやいや、僕のせいですよ、いやいやいや、私のせいです、いや、それがめっちゃ言っちゃったから喜ぶかなと思って、いや、大丈夫です、じゃあ僕は伝えちゃったんですよ、劇団の人劇団これ喜ぶかなと思ってほんまに、なんか、ゆうたくん言われて止めとけばよかったです、ほんまに、すみません、ゆうたくん、いや、僕もちょっと言い過ぎました、すみません、なんか、何やねん、お前すごい空気が、何やねん、お前ら、いやいやいや、もうええって、もう分かったし、申し訳ないですね、いや、もう分かった、もうええから、もう片付けたのに、もうええやん、ええじゃなくて、もういいっすか、もういいから、もう片付けたのに、おーい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 、全然反省してへんやん、ええから言った瞬間ウェーイなんだお前らマジでやばいほんまに、じゃあほんま俺多分撃つやん、俺今俺今死んないと撃つ、死んだされ自信あるで撃つっすか、うん、やっぱ撃つっすかなんやねやっぱっあったんやその僕いや、なんか喜んでもらうと思って疲れてるじゃないですか、疲れてるよ、でなんかどんな撃つとかになると思ってなくてほんま気持ち明るくなるかなって、そうっすね、ほんまに一緒に、いやいやほんまに、いやいやいや撃つってほしゃることよ、分かった、何が助けるの
私のせいですか。いやいや、僕のせいですから。最初からもっと気づいてよ。いや、そのやりとりやめて。そのやりとりやめて。何がお前らそのやりとり。敵だみたいな。やめないですよね。喜ぶってことは、お前らそのやりとりやめよ。その私のせいで。俺、励みにすんなよ。正直悪いです。空気悪いです。すごい。ラバさん、気づいてください。ちょっと。いや、もう嘘はあったんじゃないから、お前。もう冗談やから。いや、サピちゃん成長ですよ。サピちゃんさ、すいません、ね、やめてや、もうさ、冗談やん。まあ、よう見たらなんか綺麗になってるし、ええやん、白、めっちゃ好き、白、ええやん、めっちゃええやん。ちょ、お前ら、ほんまやめとけよ。てか、濃いな、これ。結構あります。5人でやったってよかった。ええ感じやん。ええ感じ、ええ感じ。どん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 行きまーす。綺麗やな。めっちゃ綺麗ですね。高級感ある。喜んで、喜びますね、これは。でしょ、これは喜びます。喜びますよ、これは。でしょ、絶対センスいいっすよ。さすがです。チョイスがもう、はい、もうチョイスがすごいんで。さっきはランサイのイーサンハヤーずっと言ってます。分かってるわ。分かってるわ。めっちゃイケメンですね。いやいや、そんなもんです。イーサンマジで雑魚としてますよ、これ。自分から逆にラーさんの何が選ぶの。えっ、うーん、いっぱいあるやつでしょ。めっちゃあるやつでしょ。ギターのスリムからね。あー、雑すぎるか。確かに。やっぱ5人から違いますね。だいぶ早い。これでいくわ。これ3人くらいね。ちょっと4兆したんだな。あのオートマン30万。あー、オートマン30万。これって買ってたね。はい、このサボさんも持ち上げな。あー、来ました。これちなみに上天板乗ってるだけなんで、下が別なんですよ。天板これ何人できますかね。おー、4人的に結構そうです。頑張る。3人できます。本気出すわ。本気出すわ。3人じゃあ本気出してください。頑張るな。1回上げてみる。せーの、どうでした。いや、ちょっとな、これ出たな。オッケー、こっち上げます。せーの、あと2秒。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 1回下ろします。1回下ろしましょう。これあかん。これあかん。溶かすけど、これ普通の石。石か。これどっか落とさないか。いや、それか。いや、行きます。いいですか。これめっちゃ多いよ。めっちゃ多いよ。やめましょう。やめましょう。ビビりすぎ。やめましょう。何それ。そんなちょぼい感じ。犯罪者言われてるんですよ、最近。いや、犯罪者が何本も飲むんですよ。行きましょう。3人でガッて上げてもらって、その間僕のリーダーがガッて上げる。その間にカッちゃんがガッて入れてもらう。はい、やだ。せーの、おい、入った。オッケー。しゃ、入った。今日これあれやん。これ絶望的やん。これ入れるだけでこんなんやん。どうするんだよ。これ絶望やんねん。絶望的やん。これ絶望的やん。今だ、何回やるの。5回やるの。まあ5回ぐらい。あ、そんだけやるな。いや、これ絶望的やん、ほんま。あかんかん、やろう。行きましょう。一旦余計で全部敷いた方がいい。いつも下。はい。もう、これ通りますね、下。え？マジ？このぐらいだったら。うっせやん。ああ、いい感じですね。うっせやん。ああ。それでいきましょう。それでいきましょう。あ、それでいきましょう。それでいきましょう。オッケー、オッケー。はい、できました。チャッチこれ。めっちゃチしか。やばない？これ。バリチャッチですね。これは。チャッチっすよね。これはやばいっす。おもろいっすか。ダブルモテンは言うて、目で訴えられたっす。タッチはちょっとどんな服着てくるから。じゃあそんな作業を言って、そんなおしゃれな服着て。お前絶対イーサンおるから、お前おめでとうって言ってんだろ。イーサンのためのおしゃれです。めっちゃ白くなった。綺麗になってるな。お前らの家みたい。お前らの家みたい。確かに、お前らのラブさんの家みたい。絶対横に触れるでしょ。俺は絶対横に触れます。でしょ。絶対横に触れますよ。おい、ゆうたくん。おい、絶対横に触れますよ。チームはゴミ屋さんだったよ、ほんまに。すげえ。で、家賃200万やな。これで家賃200万っすね。これ、どうする。
これもめっちゃ重そうやな。これ重そうやな。確かに。ちょっといきます、これ。これいきます、いきましょうか、それ。じゃあ、わからん。やってみて。うん、重いな。これめっちゃ重いでしょ。これめっちゃ重いですよ。重い。これめっちゃ重いですよ。この間もジャンクになってしまう。ピューンとかやって。オッケー、大丈夫？はい。オッケー。これいります？これいります？これ。いや、いらないです。使ってるとこ見たことないでしょ。そういうとこなんですよ。そういうとこあるんですよ。ゆうたくん、ゆうたくん動いてますか、ゆうたくん、ゆうたくん、全体的にいい感じかどうか。あー、はい、あ、こっち、しゃ、こっち行きましょうか。これ持ちます、これ行きましょうか。邪魔やな。これだけでも相当高かったですよ。これ何ぼするんですか。覚えてないです。値段見ずに買ってるんで。やばいじゃないですか、はい、あれやる気ないやん。やる気ないですよ、いいんだ。ゆうたやる気ないですよ。あ、ゆうたくん、動いて。ゆうたくん、はい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 、ゆうたくん呼んでやめて。ゆうたくん取りに来て。なんで呼び合ってるんですか。大体あれですか、呼び捨てですか。ゆうた、ゆうた。あー、そうです。私とこの帽子かぶってヘイが年下なんで、はい、あ、一番年下、さっきからやつも。あー、へ、でも今日からはゆうたくんでいいの。ドラマやろ。じゃあケンジでか。いいじゃん。ケンジでお前ロクさんとは俺なんかお前名前も呼ばれてリーダーじゃん。巷では縄文の人って言われてるやつ。まあね、僕がスーツ着てからもうほぼ忘れられてました。はい、行きます。おろし、あ、何遊び出した、ゆうたくんが。ゆうたくんが遊び出してますよ。ケンジ、ケンジ。あ、なくなった。なくなった。あー、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 ぐだぐだやもう。やばい、やばい、ほんまに。やってない人2人いますよ、イーさんとゆうたくん。やってない。ああやってイーサンに近づいてんの。ほらってんな、ほらってんな。でもな、分からんくないこれ。あいつなんですよ、悪いのはイーサンなんですよ、イーサンなんですよ。あいつの悪いところも出していきたいと、僕は。でもあいつも犯罪者、犯罪者って僕よく言ってるじゃないですか。そうですね。だからほんまに犯罪してもらおうかなと思って、今回。私のせいにしてもらっていいで、全部2000万で1000万って山分けしてやりませんかみたいなちょっと提案をイーサンからしてもらって。そうですね、だいたい数千万ぐらい。取った金額の半分を支払いするの。金額半分ですか。はい。